矢印ストリート第56弾始まります まさよしです youtube ラジオ矢島ストリート56弾でございます本日もですね最近気になるニュースのご紹介をして参りたいと思います本日はねちょっと毛色の違うニュースをね日本ご紹介したいと思うんですけれども、えー、おかげさまでですね、えー、1年間放送からね経ちまして前々回からですかねえー、っとねずっとパイロット版っていうのをつけてたんですけれども もうパイロット版を卒業ということでですねパイロット版がないヤジうマストリートということでお届けをいたしております本日もどうぞ最後までごゆっくりとお付き合いをくださいということで最初のニュースなんですが安倍元首相銃撃事件ビル屋上にスナイパー小屋っちゅうなもう何でしょう ぷんぷんと陰謀論の匂いがするタイトルではあるんですけれどもこれどうですか皆さんご存知ですかねこれねネット上ではですねもう例えばツイッターなんかもトレンドのナンバーワンに入るほどまあ,まあ大騒ぎになってると言ってもいいんですけれどもまあニュースでは全く扱ってないと思います。 全く扱ってないと思うので何それということでねもう全くご存じない方もおそらくいらっしゃるだろうと思うんでそのねお話をしていきたいと思うんですけれどもえっとねこれまずねネットのニュースで、えー、のバズフィールド・ジャパンニュースっていうところからご紹介をしていきたいと思うんですけれども安倍晋三元首相が7月 奈良市の近鉄西大寺駅前で公演中に銃撃され死亡した事件で現場近くの商業ビルサンワシティ西大寺の屋上にスナイパー小屋があったとする動画やツイートがですね広く拡散しているということなんですね。これはですねテレビ局が事件直後にに上空から撮影した映像に白 ぽい物体が映っておりそこに安倍元首相を銃撃した真犯人のスナイパーですねが潜んでいたというものだということなんですね、えー、後ほど説明しますが僕この動画も見ましたでこの説を唱えておられる方のドクターパパってこと方なんですけどこの方のね YouTube ようできてるんですよも見ましたしこの事件当日の 例えばこれねもう具体的に名前出しても別に問題だと思うんですけど、例えば TBS、ね、ねいわゆる MBS 毎時放送が、多分ヘリコプター飛ばしたものだと思うんですけど、んとかのね、まあ、偶然ですよね、映っていたものも見ましたで、確かにね、あるんですよ、この白っぽいテント的なもんが、それでこのバズフィールドニュースが、ていうか、それを見つけた人たちがネット上で騒いでたわけですね、あれはスナイパー超やと。 いうことで、このバズフィールド・ニュース・ジャパンがですね、このサンワシティ最大時の管理をしているですねサンワ住宅に問い合わせられたんですね。で、この白っぽい物体は、ハイエンダクトの清掃作業などに使っているテントですというふうに回答があったということなんですね。先ほどどど来僕言ってるけ SNS などで 拡散したスナイパー小屋っていう情報は、誤りれですとで、このバズフィールドニュースもその論調です、だからそれは間違ってますよと、でえー、そこのおさんは住宅の担当の方がですね悪質なデマに困っていると、弁護士に相談し法的に解、法的に解決してもらうことを検討しているとかだったということですね。だかららおそらくあのネット上でそういう騒ぎになって 問い合わせする人もいたんでしょう。で、あとはまあ、ね、具体的に、この3はシティ最大時の上にスナイパー小屋があったってことはもうネット上では、まあ、それ言われたから言うて、ね、31シティ最大時ビルはどうやっちゅうことでもないような気もするしね。っていうかね、逆に言うとね、それなんで今まで黙ってたみたいな気もしますよね。 だってもう、安倍、ね、元首相暗殺から1ヶ月経つんですよ。じゃあ、いずれきっとバレたでしょうよ。そんな上でね、肺炎ダクトのをやってたと。まあ、ね、そんないらんことを言うと、またいらんね、火、うん、のないところに煙は立たんやないけど、それがこう巻き起こるのが嫌で隠してあったんかもしれないですけど、それはそれでね、もっとなんで早言えへんのっていう気も、しはするんですね。 ま、それで、ネット上では、安倍元首相を暗殺したのはやが、ま、ヤガマ、ヤこれもいつも噛むな、俺これな。<laughs> 山上容疑者であるという説とですね、山上容疑者は、単なるおとりで、真犯人、ね、プロのスナイパーがいたというね、これね、だいたいね、意見二分されてるんですよ。でね、ネット 的にはこれ僕の感じですよあくまでで僕の感じで言うとね真犯人いるって言ってる人の方が多いような気はしますっていうかまあネットであれだよねその山上容疑者のことを言う人が逆に少ないもんねまあだからどうしてもそうなる傾向にあるんでしょうけどまあただご存知なようにいわゆる報道ねテレビとかではうーんこの山上容疑者一泊やね 一択で、まあ、要は、捜査をしてますよ、というように見えますね。でね、これね、前々回の野獣マソリッツでもお話したんですけども、ところがね、これね、やっぱりね、なんでその真犯人がいるっていう説が、ネット上で多いかっていうとね、やっぱりね、説明をつかんところ、もしくは、今、説明されてることでは、不十分と思われることが、やっぱりね、 多いんですよ。だからやっぱりそういう、なんていうのかな、それを補うかのように、いろんなことを考える人たちが出てくるっていうことですよね。だから当然そういうなんか白い、えー、テントみたいなのが、安倍別所が立っておられたところ、望むところにあったんやからね。これはあったんは実際やから、それはまあそういう説出てきても仕方がないなと、 いうふうには思いますね。まあ、そこでちょっともう一回ね、一ヶ月前のことなので、事件を振り返ってみると、安倍元首相は、7月8日の午前、背後から近づいてきた男、あの山上容疑者ですね、に、至近距離で撃たれたとされているわけですね。男は、奈良市の無職山上哲也容疑者、41歳。殺人容疑で送検され、現在は、 事件当時の精神状態を調べる鑑定留置となっていると。ね。ま、ね、まず皆さんご存知のように、鑑定留置っちらどういうこっちゃっていうと、先ほど言ったように、その精神状態を調べるわけですよ。っていうことはね、精神状態次第は、 まあ、お医者さんがジャッジされるんだろうけど、複数のね、その先生方のジャッジによっては、これね、無罪になる可能性があるわけですよ。精神状態が、こう、冷静な判断ができなかったというふうに判断されれば、無罪になるわけですね。可能性がある。今、その状態のところに今、あるっちゅうわけですよね。まだ裁判も何も行われてないんやからね。でね、だから、 それでまたね、あの、前々回の矢島スでも言いましたけど、安倍元首相も死に至らしめたと思われる弾丸が見つかってないと。これがまた不思議な話ですよね。猛灌重装って言われてるように、もう覚えましたわ、僕。猛艦重装なんて、これは難しい言葉 <laughs> これ、猛灌重装って何かっていうと、弾は撃たれて体にある、ある。で、その弾は突き抜けてませんと。だから、 体内に留まっていましたっていう状態を猛管重曹って言うそうなんですよね。もうで、このね、猛灌獣をやっていうことは言われてるんだけど、ちょうとはそこ、当然玉外へ飛び出してないやから中にあるはずやねんけど、その球が見つかりまへんと。いうのが今の現状なんですよ。で、で、みんなで探したけど、わかりまへんな。はは、いや、はっはとは言ってないやろうけど、結局ね、 そういう不可解な状態に今はあるわけですよ。で、その中で犯人は精神鑑定を受けてます、ということなわけですよね。だから、ここでね、さっきも言ったけど、精神的に、例えばですよ、なんか、うん、まあ、ちょっとこう、精神を病んでる病気やったとか、まあ、今言われているね、いろいろね、うん、彼の、なんて言うのかな、その、追い立ちみたいなことも、まあ、俺は案内しても無駄やと思うよね、個人的にはね。 言われてるけど、無罪になる可能性がある。で、ところがね、このまみつかってまへんっていうだけで、彼ね、殺人じゃなくなる可能性があるわけですもし、彼が犯人やとしてですよ。彼が、まあ、真犯人やとしたときに、それなんでかっていうとね、結局、例えば、裁判のな、僕は裁判詳しいわけじゃないけどね、でも裁判の流れでね、確かに殺意ありましたと。ね。 殺やりました。で、撃ちました。さっき当たってませんでしたって彼が主張したとしましょうよ。ね。だから、その山上容疑者が他に犯人がいたと。真犯人は別にいてると。例えばスナイパーが撃ったと。言った、だ、どうなるか。で言うと、そのね、安倍元首相を死に至らしめた弾がないから、 結局ね、うわっこう、彼やって言われへんわけですよ。状況証拠は確かにてんこ盛りあります。バーンバーンね、もうでかすぎるような音も鳴って煙も出た、そんな動画もいくらでもある。ただ、そのネット上で言われてる彼はおとりやっていう説があるわけじゃないですか。で、その絵と同じことを彼が自分はそうやって言ったとしましょうよ。 でね、そうしたら、結局ね、殺人未遂なんですよ。ね、で、あとは、うん、例えばその、それを言えば言うほど、別に犯人がいたんですって言えば言うほど、下手するとね、この精神状態がおかしいってなって、彼ね、無罪になる可能性あると思うんですよ。でね、 それがね、裏読みすると思うつぼっていうか、それ読んでんのちゃうのと。結局ね、その、真の犯人がいるって言うてる人、いろんな考えの方いらっしゃるけど、でもね、やっぱりね、そういう方向で考えてる人も多いやないかなっていう気はするんですよね。まあ、どう思われますなんかね、っていうかね、 彼に、彼が本場者の犯人やとしても僕が今言ったようなことがあり得るわけですよ。本場者の犯人やとしてね、他、そんな、ね、言うてるみたいにスナイパーもクソ漏れなんだと。彼が撃った、ね、弾が当たって亡くなってたとしても、その弾ないんやもん。っていうことは、ね、まあ、あこでね、殺意がなかったって言ったらそれは嘘ですわ。あんなもんまで持っていってんやから。 だけど、殺意はあったけど、僕の弾は当たってないと。言うたら、ないんやから、弾。ね。っていうことになるでしょなんかね、ようできたストーリーでしょまあまあ、そう言うたら怒られるかもしれんけどね。これね、なかなか映画でもこんなストーリー考えられんよね。まあまあ、で、まあちょっと続けてね。 事件をもう一回振り返りますと、で、その後、山上容疑者の母親の話が出てくるじゃないですか。宗教団体。ね。これ名前言うたまずいんかな。まあ、ええか。<laughs> まあ、言うたら、旧統一教会。ね。多額の献金をして、破産して、で、結局、逮捕後の調べに、教会を憎んでたと。 で安倍元首相が教会とつながりがあると思ったと。だから政治的に、ね、その、安倍さんがどうの憎いっていうことじゃなくて、ね、その宗教絡みのつながりでや,やりましたと。言ってるということになってるわけですよね。まあ、ただね、俺、これにもね、不可解で思うこと、どうです皆さんもありません これね、何が不思議やと思うかっていうとね、もう今、もう、あらゆるメディアでね、この宗教団体はカルトや言うて叩かれまくってるじゃないですか。だからね、その意味で言うたら、その、この山上容疑者の狙いね、その安倍元首相を死に至らしめた狙いが、教会、その教会を恨んでたからやとしたとしましょうよ。したとし,しましょうね。 そうしたらやっぱりみんな思うよね。な、安倍さん、じゃあそこでね、安倍さんを知りたらしめるっていうのは、まあ、おかしいんちゃうかと。せやから精神鑑定いるんちゃうかってことになってんだけど、これね、結果的に言うと、彼の思った通りになってるんですよ。これどういうことか言ったら、まあもう今メディアで叩きまくってるじゃないですか。ねこの団体のこと。を 思うつぼじゃないですか。思うつぼ。ね。だから、ようできてるでしょ、ようできてるでしょっていう言い方もおかしいけど、ね、思うつぼになってるわけですよ。で、これまたね、不思議なことに、この、なぜかね、この自民党の議員さんだけがですね、そこの宗教とズブの、ズブの関係やったとか言うて、まあ、連日、ボッコボコに非難されてますよね。 どうです違和感あってしゃあないんやな。いや、それ、ここ、なんで自民党だけなんと。いや、もっとおったでしょと思うんやけど、少なくともメディアで取り上げられてんのは、なぜか自民党の議員の人たちだけですよね。それも表現として、ズブズブの関係やって言われてね。なんやねん、ズブズブってと。いや、僕、勘違いしないでほしいのは、 僕、この宗教団体を、その、なんていうの擁護してるわけで全くないんですよ。全くないんです。全くないね。どっちかってもこんな大嫌いなんです。けど、ただね、なんか、こう、おかしいよね、と。言う気しませんそれはね、例えばですけど、それはね、その宗教団体、日本に山ほどありますよ。ここだけじゃなくてね。 それはね、政治団体そこが支援するのもあるでしょうよ。それは逆に何部でもあるでしょね。で、そこで今この、まあ、カルト的なことをやっとったっていうことだから、あね、こう言われてるとは思うけども、でそこだけがね、ズブズブや、ズブズブや、宗教団体にズブズブや言われて攻撃されてるわけですよ。いやいやいやと。ね。与党にもっとズブズブなとこあるじゃないですかと。ね。こことは違うよ。 この統一,教統一教会とは違うけど与党の中に宗教団体とズブズブのとこあるじゃないですか。なんでそれ言わへんのといや。まあ逆に言うとねカルトと違うからって言うかもしれないじゃないですかカルトじゃないから。いやそしたらこのそこのまあもう名前。 言うても何べんも言うてっからえ,ええけどね。そのね、要は旧統一教会だけがあかんかったわけやとする。ってか、そうとしか今思われへんもんね。だって、与党にどう考えても宗教団体とズブズブの政党あんやから。でもそこのことは一切言われてないっていうことは、ここの旧統一教会だけが悪いってことじゃないですか。 ここと組んどったからあかんやっていうことやねんやったら、そのね、政治家を、なんや、こう、どっか挨拶行ってましたとかね、くったらんことでぐちぐち言うんやったら、なんでその、ここをね、反射指定するとか、で、某宗教団体っていうことを剥奪するとかね、なんでそういうことをせえんのかなと思うんですよ。いや、ここだけ悪いっていう論調じゃないですか。ね。 多くのある宗教団体の中で政治を,、ねあるとね、政治を支援してるとこがあるでもそこはよろしいと。なんでカルトちゃうから。このカルトなところは取り締まりましょうよと。俺も言うてること間違ってんかな。俺何面も言うけど俺全くここ擁護すると思いないんですよただそう思いませんそれやったらもう宗教団体白くつするとか。 そうまあ動いてんのかもしらんけど違和感しかないよね、うん。というふうに思ってしゃあないんですけどねまあまあちょっと続けてねこの事件を振り返るとその後、えー、と安倍元首相は事件後ドクターヘリで、えー、搬送されてですねその日のうちのに失血死。 前は大,量ね、っ大量に失われたということでお亡くなりになったとそして首には5センチ間隔で2箇所に銃創があって左肩には銃弾が貫通したとみられる傷もあったということなんですねこれね以前も言うたんですけどここでもねその当時延命措置をされたであろう 奈良県立医大附属病院の先生方とは、どうもね、その警察の検視の言うてることが違うんですよ。それでね、その日の、えっと、福島教授のインタビューもね、もう一回ちょっと、ちょっとだけね、会場で見たりしたんですけど、例えばね、安倍晋三氏ですが、本日0時20分に搬送され、病院到着時は、 心肺停止状態でしたと。もうすでに、まあ言うたら心、ね、心臓動いてなかったと。蘇生措置をいたしましたが、残念ながら、午後5時3分にお亡くなりになられましたと。いうふうに言われたんですね。警部2箇所、ね、警部言った首やね、首元。2箇所に重層がありまして、心臓及び第2血管の損傷による心肺停止と考えられますと。要は、心臓及び 第二血管やから、心臓にも損傷がありましたと、ね、いうふうにおっしゃられたわけですね。で、当センターの方で大量流血を行いましたが、残念ながらという結果になっておりますというふうに、えー、先生はおっしゃったわけですよ。で、その時にね、その、記者会見ですから、報道陣からね、 じゃ、死因は失血死ですねっていう質問があった時に、それに対して福島教授はですね、失血死で良いと思いますというふうに回答をされて、で、また心臓に到達したということですけど、手術をされているのに何が損傷したのか、具体的に傷はどうなっていましたかっていう問いを されたんですね、記者の方が。すると、先生が、弾丸による心損傷。要は、要は、心臓に損傷があったということですよね。弾丸による心損傷。大きな穴が心臓の壁に開いたものです。っていうふうにお答えになったわけです。要は、ね、それえら偉いことでしょう。心臓の壁に、まあ、失礼だけど、そんなごっつい穴が開いててんやったら、 まあ、そら、おそらく、ね、即死やったんでしょう。でね、こんなこともおっしゃられてるんですよ、先生。蘇生に携わった医師。要は、奈良県立医大やから、もう言うたら、奈良県、まあ、たおそらく、ず、日本の中でも、トップのそういう専門医が集まってた大学のはずなんですよ。で、そこでね、携わったお医者さんは、20名やっておっしゃってるんですよ。 20名余りちゅうことは、20人のお医者さんが、まあ、言うたら、心臓に穴開いた、みたいあるわけですよ。こんなね、プロの先生方が、命救うためにお笑い、おそらく、ね、どこ、まあ、要は、僕はお医者さんじゃないから分からんけど、まず出血を止めろっていうので、おそらく胸開けられて、どっから血出てんのと、で出てんねと。 で、とにかく出てるところ全部縫い合わして全部止めてまえって、ね、言って止めはったんでしょうよ。んで、そこで心臓に大、OK、きなーいとった。それも多分止めはったんやと思いますよ。だけどね、二所院のお医者さん見てるんですよ、これ。っていうことは、ここで先生が嘘を言うわけないわけですよ。ね二所人も見てんやから。先生、あ、ここで、あれ言われたら嘘手間か。なんなことはないよ。<laughs> ね ね、ところが、警察側の検視、いわゆる司法解剖がですね、えっと、午後10時40分から6時間半にわたって行われましたと、県警によると、首と左上腕部の2箇所に銃弾が命中した跡があったと、死因は左上腕部、上腕部ってどこかって言ったら、 上腕ってね、その首から結構離れたところなんですよ。あの、要は上腕って言ってるぐらい腕ですわな、腕。腕で、まあ位置的に言うと腕をペッと締めたらちょうど脇の下あたりの腕、あたりの場所やというふうに思うんですね。で、そこに玉が当たったと言ってはるわけですよ。 だから、そこに、結局、打たれた跡があって、左右、鎖骨した、動脈損傷に基づく、出血死。これがね、確かに、左右の鎖骨下には、なんて言ったっけな、大、大、大動脈じゃなくてね、大、大血。なんだ、ごめんなさいね、忘れちょってしまった。とうかこれ、ね どえらい,い、あの、血管が流れてるんで、そこを損傷したら、やっぱり人ね、亡くなるそうなんですが、亡くなるそうなんですけど、そこの損傷をやったっていうことで、普通やったらね、その前のお医者さん言ってあるみたいに、心臓に穴開いてた方が、それはもう間違いなく <laughs>、死ンやないですか。ポンプに洗いとんやから。そらそっからドクドク血漏れるでしょうよ。ね、そら、 その鎖骨下にある、血管があるも漏れるんやろうけど、血は。ところがね、心臓のことにね、全然触れてないんですよ。警察の検視。だから、おかしいんちゃうかって言うしてる方が多い。いや、おかしいでしょ何名も言うけど、二十人のお医者さんが、その、 で、その日、もうさっきまで見てたことをおしゃべりは二重に喋らはったのは、ね、教授お一人あ、二人やったかな、やけど、ね、その後、まあ言うたら、だ、誰がやったかよ、わからん、検視の結果、そうなったわけですよね。心臓のことには触れられてない。で、その、検警は、首のあたりには確かに重曹二つあったけど、そのうちの一個の傷が、 原因やった。だから、たん、要は原因は一発やと。その一発が、鎖骨下の血管傷つけたんやと。言わはったっていうことなわけですよね。おかしいでしょだからね、ここにもやっぱりね、大きな違和感があるわけですよね。まあまあ、ほらね、もうここまでだけでもこんだけ違和感があるんですが、そこで、まあもともとこのニュースの最初で言ってたね。その、 サンワシティビルの屋上でやった白いテント。白いね、ものは何や、ということなんですけど、ビル屋上に簡易テント。ね。スナイパー小屋が3時間後にえ撤去されてると言われた。こういうふうに、その YouTube 上で噂、ま、SNS 上で噂が流れたんですよ。で、それはね、時間経過をやっぱり見た人が言ってるんです。で、それがね、その TBS 多分毎日放送が撮った、 ヘリコプターの映像なんですけど、それがね、もう、トリッパなんですよ。編集ないんですね。だから多分4時間もっとかな、ヘリコプターが飛んでた映像をそのまんま未だに YouTube で見れるんですよ。で、それを見ていった人たちが、それを見つけはったんですね。最初にあったテントが3時間後に亡くなってる。だから、この3時間後っていうの、正確なんですよ。 その編集のない動画を見てみんなが発見したことやから。ね。でまあこのような動画が流れたわけです。で、それ流れたのが、この間のね、8月16日。で、発信元は登録者数が約2万人いる YouTube チャンネルやったと。で、その他の動画も、スナイパーが安倍元首相を狙撃したと。 いう,ふうに語ってるおそらくねこれ名前言うてさっきから言うてもたけどドクターパパっていう方もう見ました僕すっごいねお医者さん内科のお医者さんなんですけどねものすごい洞察なんですよそれでねすごいこのことに関してはね推理をされてるんですねものすごい推理されてるでねこれなんか法的に訴えるみたいなことをこのワーシティビール言うてるらしいんやけどこんなもんね訴えることを 俺何にもないと思うやけどね。なんであんたら隠してたんやっちゃなことになるし、ねそれでどんな被害を被ったんですかっちゃな話じゃないですか。ねおそらくこの方だけが言ってたわけやないしね。まあまあまあ、それはさておいてですね。 この白っぽい、こうね、物体がサンワシティ最大の屋上にあるとして、テントがあると。このテントがあるなら、まあ言ったら、スナイパーがね、ここでずっと待ってたんちゃうかと。ね、スナイパー説の証拠が、ついに突き止められたみたいなことをおっしゃってました。おっしゃってました。それは僕も見ました。ね、そして3時間後の映像には、この白い物体が撤去されていることも、 わかりましたっていうことなんですよね。で、今、確かにね、この動画は30万回以上再生されており、ツイッター上でもこの動画や同様の見解を拡散する人が続出していると。で、これね、こっから僕の見解なんですよね。僕、それ見たときに思ったのは、スナイパー小屋やないとは思ったんですよ。でも、怪しいよ。怪しいけどその、ね、いわゆるスナイパー小屋、スナイパーが隠れてたんじゃないと思ったんですね。 で、なんでそう思ったか言うたら、結局ね、スナイパーって、そんなめんどくさいことする <laughs> ちゅうか、要はね、まあ、どんだけ時間かけてその小屋作ったんか知らんけど、少なくとも撤収するのに3時間かかったとするじゃないですか。ね。なまあ、立建てんのも2時間はかかっとったでしょうよ。そんなもん作れへんって、スナイパー。だって、スナイパー、例えば自分がスナイパーやとしたら、 あんな小屋建てる人ないもん。ね。言うたら一番ええのは、ふらっと、何気なくふらっと訪れて、で、パーンと、まあ、一発か二発撃って、これでスーッと姿消したいじゃないですか。あんな目立つもん、建てまへんで <laughs>。だって映ってたよ実際に、ヘリコプターに。だからね、僕、これはね、スナイパー小屋や、ではない、というふうに思っとったんですよね。 まあまあ、それで、じゃあ一体この白っぽいものは何やっていうことで、その冒頭でこのニュースの出元であるバズフィールニュースさんが三和シティの最大時に、を運営する不動産会社のね、3話住宅に問い合わせはったんですよ。問い合わせた結果、担当者によると、事件当時はビルの屋上でハイエンダクトの 清掃や点検などのオーバーホール作業が行われており、その作業用に2畳ほどの大きな白いテントを張っていたと。ね。その作業には同社の社員が立ち会っていた。ね。不審者がいたということもないし、そもそもスナイパー小屋だなんてあり得ないと話したと。テントはオーバーホール作業が終わった後に撤去。ビル、ね、ビルの屋上の出入り、出入り口は、 普通施錠されており関係者以外は出入りできないと。担当者は悪質なデマを信じた人たちがスナイパーがいたなどと電話も来ていると非常に迷惑しており弁護士に相談の上法的に対処していくことを検討していると語ったということなんですよ。だから、その、まあ、なんやろ、このニュース的には結論は言うてないんやけど、うん、要は、こう、まあ根も葉もないことはないけど、 ね、あの、ちゃいますよ、と。そんなね、スナイパー小屋おまへんで、と。ね、排気ダクトの点検のためのものです、と。ね、いうこと。で、ちゃんちゃんと終わると。いうはずやったと思うんですけどね。ところがね、僕さっきも言ったけど、そのね、その白いテントがスナイパー小屋やとは思わへんかったけど、さやけどね、逆に言うと、あのテントは確かにあったわけですよ。 あった。そして、ハイエンダクトの点検のためのものやったと言わはったわけですよね。で、そのために、普段は入られ、天井の鍵開けてましたと言わはったわけですよね。いや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 。もう逆にどう考えても怪しいでしょどう考えても怪しいじゃないですか。まあ、 僕ね、スナイパーに <laughs> 知り合いおるわけじゃないから、わかれへんけどね。わかれへんけど、これ例えば、まあまあ映画と現実はちゃうわいというかも知らへんやけど、映画でね、例えばスナイパーやとか、なんかね、どえらい犯罪を犯そうと思ってる人たち、ね。って、どんな、どういう風にしてるかって言ったら、まあどうでしょう。まず100%、 ね、こういうことを企んでる人たちって、そこの場所にいて、一番誰にも怪しまれへん格好してるでしょ映画思い出してください。まあ、全部そうですよ。ね。そんなもん、誰が見てもスナイパーやみたいな格好してんなとこ行くやつおれへんやから。っていうことは、絶対にそこにおって、こうなじ怪しまれへん格好に変装していくやないですか。ね。な 例えばお、こう病院でなんかしようと思ってたら、それは一番怪しまれへんのは、病院のお医者さんですよね。お医者さんやし、看護師さんやし、例えば、その病院の清掃してるような方やとか、そんな方たくさんいらっしゃいますよ。そこで同じ制服して歩き回ってたら、そんなもん、誰も何も言えへんじゃないですか。ね。普通のベリーやったら、それは警備員のね、っこ例えば、大きな荷物持ってたとしましょうよ。スナイパー用の、 うーんそういう銃持って歩いてた。いや、まあ、銃は持て歩けやけど、まあ、そういう大きいもの持って歩いてたとしたってね、例えば警備員の格好してはったとか、その清掃係のね、方の格好してるとか、まあ、これようあるじゃないですか、エレベーターの点検されてる方とか、まあ、いろんなそういう工事とかをされてる、格好されてたら、それは多少ね、どれらい大きさのもの持ってはったってね、誰もなんとも思いませんよ。 ね、ほんならその可能性があったっちゅうことでしょねだからこれねまあ警察が調べてんのかどうか分からへんけどほでもねここにこのビルの管理会社の人が当社の社員もおったって言うんやったらまあこれどうよ。<laughs> まあ少なくとも警察調べてよ。 警察が、まあ、今の奈良県警らが全く信用できいえんだけど、ね、そこに出入りしてた人は全部調べたけど、ね、違いますというふうに言うてよとそれなんで言えへんのだからそのね YouTube でその可能性をその言った YouTuber さんを責めるよりも警察にここの会社言うべきちゃうのと思うんですよね。 うーんまあなんかだから、どうですこう、わかりやすいんじゃないですか。ね、なんか怪しいもんありましたけど、それは、えー、っとね、排気ダクトの点検してる人たちですよって。いやいや、そんな偶然あるか ?365 日、これ、1年に1回やってはんのかどうか知らんよ。2年に1回か知らんけど、それがたまたまその日の午前中で、 終わって変えるか <laughs> まあね、こう、あまりにもあまりにもやから、やっぱりね、そら、そういうことを思う人出てきますよ。で、だから、まあ、こう、不可解な事件なんですよ。で、不可解いやないようにしようと思ってる人たちがいるように思えてしゃーないんですよ。ね。いやいや、それ不可解ちゃいますよ。不可解じゃないんです。ほらほら、ね。こういう。 清掃の会社ですとかさでうわあ怪しいよねまあだからまあ少なくとも何かねスッキリとしてないやっぱりねこのスッキリとしたね解決してほしいですよねまあでも多分ならんねやろなっていう気しますよねおそらく山上容疑者はみんなの知らん間にめっちゃくちゃ軽い刑で,ですぐおおこう元に戻るとかね、えー、もしくは無罪になるとかね でその後、もう何にもなかったかのように、えー、ある宗教団体だけがボコボコにやられて終わりみたいな、うーん、なんかでも後味悪いよね。まあ、ということで、安倍元首相暗殺事件、ビル屋上にスナイパー小屋というね、ニュースでございました。さあ、皆さん、いかが考えられますでしょうか。リート はい。ということで、えー、っとね、またね、<laughs> この安倍元首相の話、今日はあんま長い間スるつボりじゃなかったんやけど、まあ、ついついいろんなこと喋ってもって、また長いなって思った。<laughs> で、ね、そのね、次はね、全く毛色の違うニュースなんですよ。全く毛色の違うニュースで、謎の石碑、ジョージアガイドストーン破壊っていうニュースなんですけど、どうです、聞いたこと、 ないでしょう <laughs>。ジョージアガイドストーンって、なんのこっちゃと、また陰謀論かいと思われると思いますが、まあ、そんなもんです <laughs>。ね、これがね、こう、ジョージアガイドストーンっていうのがね、アメリカにあって、これがね、こう、それこそね、陰謀論的なね、こう、ものなんですよ。これがね、アメリカ・ジョージア州にあって、42年前に建てられた、 花崗岩によるモニュメントでジョージアガイドストーンというふうに呼ばれてるんですが、これが今年の7月に何者かによって、まあ、爆破された、破壊されたっていう話なんですね。でもともと陰謀論がこの渦巻いわく岩きの石碑だっただけにですね、様々な憶測が飛び交っていますということなんです。それでね、ちょっとこのニュースを取り上げてみました。で えー、このね、2022年の7月7日の早朝に、アメリカ・ジョージア州のエルバート郡にあるこの石碑、ジョージアガイドストーンがですね、何者かによって破壊されたと。それでね、これがね、また、よければ、ググってみてください。4本柱があって、上に1枚、柱っていうかな、ね、板があって、上に1枚乗ってるっちゃな、大きい板が乗ってるっちゃなもんなんですけど、そのうちのね、1個が爆破されたので、 全部砕きましたっちゃの話なんですよ。でね、このジョージアガイドストーンは1979年に r c クリスチャンっていう、これも偽名なんだそうです。が、名乗る人物によって建設が発注されて、翌88年に完成をしましたと。で、石碑には人類が守るべき銃のガイドラインっていうのはですね、 8つの言語で、8個の言語で書かれてたと。その8個の言語が、英語、スペイン語、スワヒリ語、ヒンディー語、ヘブライ語、アラビア語、中国語、ロシア語、なんですね。で、刻まれていて、そのね、上に乗っかかってる、蓋、蓋みたいにして乗ってる板には、4つの古代言語、えー、アッカード語、古代ギリシャ語、サンスクリット語、えー、ヒエログリフで、 メッセージが刻まれていたということなんです。もうそれだけで謎でしょでね、そこの、えっと、この人類が守るべき重のガイドラインっていうのは、どんなことが書かれていたのかっていうと、まず1、大自然と永遠に共存し、人類は5億人以下で維持せよっていうこと。2、健康と多様性の改善、再生を懸命に導け。 三、新しい生きた言葉で人類を団結させよ。四、情熱、信仰、伝統、そして万物を沈着なる理性で統制せよ。五、公正な法律と正義の法廷のもとで人々と国家を保護せよ。六番、外部との紛争は 世界法廷が解決するよう、すべての国家を内部から規定せよ。7番。強量な法律。は狭いっていうことね。狭い。強量な法律や無駄な役人を廃すること。要は、そういう役人は、えっと、なくしてしまえということですね。社会的義務と個人的 権利のバランスを取ること。9番。無限の調和を求める真、美、愛を称えよ。そして最後、10。地球の癌にならないように人口増加する人類が地球環境を破壊しないため自然のための余地を残すことっていうこの10個のガイドラインですね。まあなんか一見 素晴らしいガイドラインに見えるんですけど、この冒頭で言ってる人類は5億人以下を維持するとか、最後のね、地球の害にならんなように、その人口増加を、まあ言ったら防いで、こう余地を残しとけと、地球が壊れないように、っていうことを言ってるんですよ。だからここ気になりますよね。でね、日本人として気になる、気になるのは、まあ8つの、 まあ、大体それだよね、ちょうな言語で書かれてるにもかかわらず、日本語がないんですよ。なぜか。これ、日本人としては気色悪いですよね。でね、まあまあ、ちなみにね、今の世界人口はどれぐらいかっていうとね、この2022年の11月15日頃、ね、11月半ば頃に80億人に達するやろうと。 言われてるんですよ。だから今厳密に言うと79億人なんですね。ところが、11月には80億人達するやろって言われてるわけですよ。っていうことは、このジョージアガイドストーンは、地球人口5億にせえ言うてんやから、まあ、多すぎなわけですね。むちゃくちゃ多すぎる。っていうことを、こうまあ、言うてる、そういう石碑が壊されたっていうことなんですよ。 でね、1979年、このガイドストーンが発注された1979年はですね、まあ言うたら、米ソの冷戦中で、第三次世界大戦が、まあ、んなんやろね、まあ、なってな、なってはないんやけど、この第三次世界大戦みたいなことを犯して、人、こうね、人間の人口をね、調整しようとしてんちゃうかと、このガイドストーンの言いたいことはね、 だから第3次世界大戦も冷戦やけども第3次世界大戦を起こして人口減らそうとしてるんちゃうかというような説が飛び出たりこれがねジョージアガイドストーンがニューヨークにある国連本部のビルから666マイル離れてるんですってまよこんな調べるよねでねこの666っていうのはまあ皆さんご存知のように聖書においては 悪魔を象徴する文字ね。だからダミアンの頭にあったってか、666。やったと。いうこと。とかね。まあ、だからこの陰謀論者たちの間ではですね、悪魔崇拝する秘密結社が、全人類を支配して、新世界の秩序を達成するために、これ作った、ね。え、ちゃうかとか、地球環境の維持のために、 人類の人口を5億まで減らすために人口削減計画があるということを案に示したんじゃないかというねことが言われとったっていうことなんですよね。まあまあこれは根拠のない噂、まいわゆる陰謀論に過ぎないんですけど、まあだからこう陰謀論者からすると言ったら意味嫌われとったわけですよ。ね、な気色悪いもんが立ってると ところがね、その、2008年に、新世界秩序を、えー、新世界秩序にしよなどという落書きが、このね、えー、ジョージアガイドストーンにされてたそうなんですよね。で、その、このお、ジョージアガイドストーンがある、ジョージア州の知事に、このね、陰謀論を、 信じていた、カンディス・テイラー候補っていう方が立候補されて、ジョージアガイドストーンを壊すと、ね。あんな演技でもないものは壊すんやっていうのを公約していたぐらいなんだそうです。で、今回の爆破についてもですね、ツイッターや SNS 上で洗脳から目覚めたものがやったと、ね。これで地球は、じ、次のね、次のじ、 次,次元に上昇するなどと、まあ言ったら、称賛する声が溢れてたと。まあ他に人類の多くが今の病気ね、まあ例の病気ですわ、予防接種やることによって、まあ人口削減のね、目標は達成されたんや,されたんやと。だからジョージアガイドストーンが言うようになるんやと、いうような人も現れてるということなんですね。で、えっと、ウェブサイトのですね、 とかなっていう、うまあまあ、あのー、の元編集長で、こういう陰謀論に詳しい、えっと、すみゆきこさんがおっしゃっておられるんですけども、まあ、様々な噂がこの崩壊のタイミングで起きてますと。事件が起きた日は、3年間の休止を経て、アップグレードした世界最大規模の素粒子物理学の研究施設、セルン、 CRN セルンっていうのがね、久々に実験を行った翌日なんですって。そのセルンはパラレルワールドや、ほら、出てきましたね。パラレルワールドや暗黒物質の研究でも知られる施設で、高エネルギー実験を行うことから、時空ポータルが開く可能性や、極小ブラックホールが誕生する可能性が懸念されていた危険な施設です。ほら、来たね。 き <laughs> ましたな、僕の好きな話、まあ。超陰謀論やね。でも、これ多分ね、ほんまなんですよ、ここは。で、そらくこの世界最大規模の素粒子物理学の施設が動き出したっちのも本ほんまなんですよ。で、僕が今言うてることも、ほんまなんでしょう、きっとね。で、まあ、ここからが怪しいんやけど。 世界的超能力者のユリゲラー氏曰く、今回の実験でエネルギーシフトが起きて、ジョージアガイドストーンの破壊につながった可能性があると、いうふうに言わかったんですけど、これね、ただね、他にね、YouTube であった動画で、ジョージアガイドストーンに爆弾仕掛けたんちゃうかっていうのは車が映ってるとか、人が映ってるっていう動画もあったんでね、 うんなんか、ちょっとこれはちゃうような気もせんでもないんやけどね。まあ、それ以降、まあ、それ以降ね、破壊されてから、えー、イギリスのね、首相である、ボリス・ジョンソンさんがですね、突然辞任されたり、日本での、ほら来た、えー、安倍元首相の事件など、歴史的な時間、事件が相次いでいますと。精神世界だけの話ではなく、物理的なレベルでの、 変革のうねりが始まったと信じてる人が多いようですと。来ましたな。ジョージアガイドストーンの破壊は歴史に刻まれる大事件が続く世の中を象徴する出来事なのかもしれませんと。いうこと。なんですね。まあ、来たでしょ来たでしょって何が来たんかよくわからへんけど。ね。 まあ、その、ね、すごい話しちゃう素ー、素粒子ですせえ。素粒子ですせって。研究所動き出したんですせーみたいなこと。で、これ、それは多分事実されなべも言うけど。ね。まあまあ、そういうことがあったっちゃな話な、民乏論がプンプクプンプクするんだけど、まあ僕大好きなんですよ。この話。嘘かもしれへんし、ほんまかもしれへんと。ところがね、もう一個びっくりすることがあってね。このね、ジョージアガイドストーンのレプリカが、なんなんなんと、日本にあるらしいんですよ。日本に。 それがね、どこにあるかっていうとね、香川県の高松市の群れ町っていうところの群れ町コミュニケーションセンターにあるんですって。ね。ほいでね、なんでや知らんねんけどね、なんでや知らんことなば。要はね、この石のつながりなんですって。で、この地域でね、味石っていう石が取れるんですって。それと、 多分それが縁で、このね、高松市がジョージア州と姉妹都市を結んでいるんだそうなんですよ。それで、ジョージア州からこの三分の一サイズが寄贈されたんですって。だから、高松市が自分だで作らったんと多分ちゃうんですよ。まあ、作ったとしても寄贈はあり得るのか。発注して。ところがね、それがね、ネット調べてもね、 よ、わかれへんのですよ。だから、書かれてることは、今のことだけなんですね。これ、皆さんもよければ調べてみてください。でね、そのね、一応ね、レプリカの横に、その、記念碑ってなんか、これはどういう意味やって書いてあるじゃないですか。でね、その写真がね、載ってて、そこにはこう書かれてるんですよ。姉妹都市定型記念碑。この石碑は、群れ町とアメリカ合衆国、 ジョージア州エルバートン氏が1983年11月21日に姉妹都市提携の調印を記念して同市から送られたもので、両市長、両市長の住民の友好親善のため建立したと。エルバートン氏はジョージアガイドストーンと呼ばれ8カ国、 の、さっき言ったね、中国語、英語、アラビア語、ヘブライ語、ヒンズー語、スワヒリ語、ロシア語、スペイン語で、未来への道しるべとなる誓いが10項目にわたって刻まれている有名な石碑である。これは実物の3分の1のものですっていうふうに書かれた石碑があるということなんですよね。まあ、ところがね、このことほんまにね、詳しく 載ってないんですよ、ネット上で。でね、その、どうも、問い合わせた人はいてるらしいんですけど、ここのね、この1983年、混流ってあるのは、ところがね、そのね、僕、まあ言ったら今から40年前のことやから、これのね、事情に携わった人が、まあほとんどいてない、まあいてないけど、もうほとんどじゃあもう、いてないんです。で、多分ね、書類ももう、ないんでしょうね。だから、死もね、 よう分からんちゅうのが現状のようなんですよ。まあだから、まあね、この今日の矢島総いとのね、前半の安倍元首相のね、暗殺事件、なんかどうも納得いかんよなーってもことと結びつけるつもりはまあないんやけどね。まあでも、なんかね、このジョージアガイドストーンの話もね、まあ言うたら、本来やったらおもろいねーと、ね。 えー、おもろい陰謀論やねえっえー、何それが日本にもあんのと。ちゃんちゃんで、終わりやったんやけど、先ほどもね、言ったけど、やっぱこう、それを考えると、ボリス・ジョンソンさんが突然辞めたことやとか、安倍元首相の事件などが関わってるって言うてる人がいて、これ、外国の人やからね、これ言うてんの。だって日本人なんて知らんでしょ、この、ジョージアガイドストーンなんて。ね。多分、今日この話で初めて知った人も、もうほとんどそうやと思いますよ。 だから、これ、譲り出してんの、日本人ちゃうんですよ。要は外国の人が結びつけて考えてるわけ。ね。っていうことが起きてるっていうのは、ちょっともうね、これ、笑い話でもないっちゅう話なんですよ。この安倍元首相の暗殺事故と、ジョージアガイドストーンが爆発されましたっていうのは、ね、だから、ちょっとね、 笑い飛ばせる話ではない。世界的に見てもね、やっぱりね、安倍元首相のこの暗殺事件、すっごい推理されてるんですよ。日本にはね、ほとんど何も入ってこないけどね。まあまあ、ということで、まあ、この、うん、ジョージアガイドストーンの話に関しましてはね、これ一応久しぶりに言うときましょうか。ね。信じるも信じないも、あなた、次第です。ということで、謎の石碑、ジョージアガイドストーン、破壊と。 いうニュースでございましたマストリートややはいということで「やじうマストリート」第56弾いかがでございましたでしょうか、ね、ちょっとかけ離れた話題日本をねなんか無,無理から納得してもうたみたいな感はな,んかないんですけど。 これねね今ちょっと、ね、海外の、ね、ニュースで面白いニュースを見つけたんで、えー、最後にお話をしますしと、ね、海外ではですねねこのね新型コロナによるロックダウンね外出禁止みたいなものがねままあまあ日本でも近いものありましたけれどもところがねドイツではある街でね飼い猫のロックダウンが行われたんですって飼い猫ですよ、飼い猫のロックダウン。 それでね、違反した飼い主には状況に応じて罰金が課せられると。ね、ところが実はこの、ね、飼い猫のロックダウンは、まあ、このね、コロナとは全く関係ないんですよ。コロナとは全く関係ないロックダウンですね。家から出すな出したら罰金っていうのじゃあねなんでその飼い猫のロックダウンが起きたのかっていうと春から繁殖期を迎える野鳥ね カンムリヒバりっていうのを守るための措置なんですって2022年の5月12日より飼い猫のロックダウン外出禁止ねが発令されたのはドイツ南西部にあるバルドルフ市っていうところなんだそうなんですが、ね、ここでね 必ず2メー,ター未満のリードでつながねばならないというそれで飼い主が持っとかなあかんということですよね違反すると状況に応じては500ドル5万8000円ぐらいから5000ドル上へ580万の罰金が課せられることになったそうなんですねこのカンモリヒバリはユーラシア大陸からアフリカ北部にかけて生息するヒバリの仲間なんだそうですが、まあ、比較的ね個体数が多い地域もあるそうなんですけどこのね ドイツは激減しててるんですってそしてこのバルドルフ氏はたったの3組のつがいしか発見されてないとたらもう絶頂絶滅危惧種やったわけですよで町はこの残された冠ヒバリをヒバリをねどうにか守ろうというふうに決意してでそれで今回の猫のロックダウンに繋がったということなんですよねそれでねってことお前言った猫が悪いってことじゃないですか ところがその会あって今年の春は十分な数のヒナが浮かし予定より2週間早くロックダウンが解除されたんですってただし今後3年間この時期になれば再び同様の措置が取られる予定だということなんだそうです。ねねまあ同じロックダウン中話でもねなんかこう 和やかと言いましょうか。心温まると言いましょうか。ええ話ですよね。ということで、ただいまバックに流れておりますのは、やじうマストリートのテーマソングでございます。少年の夏は今、少年クラブの皆さんの演奏でございました。今回もですね、集まれ動物の森スタジオからお届けをいたしております。ぜひともね、チャンネル登録の方もよろしくお値上げ,お、ね、お値上げやって、もういつも感じないとこで買うな、お願い申したいと思います。ということで、 本日もですねお聞きいただきまして誠にありがとうございました。YouTube ラジオ矢島ソリトリット、次回第10第57弾で、また簡単、もう一回言わして YouTube ラジオ矢島ソトリット第57弾でお耳にかかります。それではさようなら 「ふと寂しく涙がこぼれた心が今少年の夏の日を」鮮やかに